瀬ゆきみ、松岡美里のもしかわ。こんばんは、早瀬ゆきみです。こんばんは、松岡美里です。もしかわ第36回がスタートしました。はい、なんでそんなしっとりしてんの？場所違うから。場所違うんですよ。そういうこと、なんか報道番組みたいな入りだったけど。わかりますか？いや、ちょっとこれは後々。後々ね。テンションの理由は。この番組はどんな無茶ぶりを受けてもめげずに常に笑顔でお届けする超ポジティブ型可愛い系映像バラエティ番組です。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい。はい。あのですね。はい。以前から話題に上がっておりました、はい、あのイラストコーナーでね。イラストコーナー。はい。バツありましたけど。クソみたいなイラストをあしらったトートバッグっていうのがありましたね。あったんですけど、ありました、覚えてあります。それがですね、はい、なんと、なんと、はい、完成いたしました。いや作ってくださいましたよ、福川さんの自費で。自費でプレゼントだよ、ゆきみちゃんの。そうです、そういう捉え方をすればいいのか。プレゼントフォーユー。プレゼントフォーユーだ。おめでとう。いろんなものを今までいただいておりまして。そうだよ、ゆきみちゃんばっかりもらって感謝しかない感じでなんですけども、ゆきみちゃん、いや、そこにあるんだよね。あるんですよ、こちら。あれでしょ、うん、何書いたかはうっすら覚えてんのよ。私もうっすら覚えてる。うっすら覚えてる。そう、いや、ちょっと あげますか。もう、もう覚悟できた。いや、もうね、見ないことにはね。そうだよね。いや、でも私はきっと深川さんは、うん、可愛いのを作ってくれてると信じてるから。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いだって。あら自信あるって。いや、深川さんきっとセンスがよろしいと思うので。そうだね、デザイナー。そう今もう着てる T シャツもまあおしゃれで。そうなんですかね。だからきっといいデザインの配置で、うん、いい感じのやつを作ってくれてると思う。いや、おしゃれだよ。はい、じゃあいくよ。うん、あ、まだ見えない。まだだ。これ待って、どう言ったらいいんだろう。あ、まだいない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 。これ開いたらもういるよ。うまく隠してるんだ。じゃあいきます。はい、3、2、1、てれーん。うわー、え、待って、私まだ見れてないよ。いくよ。見ない方がいいんじゃない。これさ、嫌な人は嫌だよ。ちょっとちゃんと見せて、ちゃんとね。いや、もう予想のなんか遥か上をさ、斜め上もう集合体じゃん、だってもう気持ち悪い。しかもさ、よく見るとさ、見て、あの、参加様がいるの。参加さんのやついる。めちゃくちゃ怖いんだけど。気持ち悪い。だって、ゆきみちゃん、それ持って私の横歩かないでね。え、だってさ、ちょっと一旦やってもいい？何をやるの？一旦、じゃあ私電車だとしてさ、うん、え、じゃあ街で歩いてるとするじゃん。うん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 、どう？これどう？パッと見どう？え、本当に横歩いててほしくない。マジで嫌。パッと見なんか、あれ、うん、あれ、なんだろう。いや、ならないな、なんか意外とこういう感じで、本当に見ないふりしちゃう。いや、やばいね。あ、ちょっとやばい、私のベルトが割れる。ベルトが割れる。やばいな。すごいデザインですね。これはどういう思考で、どういう、え、なんかあれでこうなったの？あれですか、あの、2日間寝てなかったとかですか？そうかもしれない。デザインした時、インフルエンサーに見る夢のやつなんだけど。ああ、言いようですね、物っていうのはね、どうにね。いや、どうでしょう。思った、これは思ったんだけど、うん、ゆきみちゃんが悪い。この絵を描いた私が悪いと。でもさ、常人にはなかなか思いつかない。だってさ、目が気持ち悪いもん。やばいね、これ。これトラウマだよ。やばいね、これ。いや、これほん、この現場に来る以外で3回使用してもらいます。あ、そっか、なんかあれがあるんだよね。そう、ルールがある。条約があるんだ。使用してもらって、で、はい、隠すようにこう、ね、イラストを、ね、内側にするのは。これはダメってことね。そうそう、それはなしです。できるけどやっちゃダメ。はいはいはい、はい、そうで、なんかできれば現場でとうとう持っている写真を撮ってこれるとベストって書いてる。別の現場ってことですか？まあ、なんか普通に使ってる。やばいよね、これ。そうそう、スーパーで、ね、表参道それで歩いてます。ああ、そうだよ、美術館とかさ、ワンチャン一周回って、なんかあれもうやるじゃん、それやって。はい、やる。はい、決定です。じゃあ、やってもらいます。映えな写真をじゃあ、はい、撮ってきてやろうじゃないか。撮ってきてやろう。意気込んでるよ。やってくれるよ。うわー、マジか。そしてですね、さらにゆきみちゃん、はい、もう一つ、はい、あなたにはですね、名刺を追加で
20枚お渡しいたします。そうなんです。あ、来た。うわ、絶対これも慈悲だからね。そうだ、こちらも福川さんからのプレゼントだ。慈悲ですよ。ちょっと少なめにしときました。あ、そうだよ、そうだよね。50枚って最初に言ってたけど、先々週ぐらいにね、うん、20枚になったから。うわ、うわ、出たよ、この20枚ね、お渡ししますので。でこれ、もしもね、次の収録時に名刺がまだ残ってたら、その枚数分、はい、物ボケをしなければならないそうなので、はい、気合を入れて配りきってください。やばいでしょこれ。これやばいよ。台本見てもう震えたもん私。もう本当にえと思って一回閉じたの。一回きっと違うかもしれない、うん、あのこの名刺20枚をまずプラスで渡されるっていうのも一回幻だと思ったの、うんうんうん、次回までに配り終わらなければ20枚かと思ったら、うん、もう確定なんだよ、そう、お渡ししますって書いて何回もやってるから次回までに配りきろって。いや、そうなんだよ、ちょっとこれは私が悪いところもある。ここで一回本気で取り組んでみよう。いやさ、でもさ、聞いてほしいんだけど、うん、もし変わって各週配信じゃないですか、うんうん、だから撮ってるのも各週なんですけれども、うん、ちょっとね、いろいろあって、ね、うん、1週間しかないですよね。そうだよ、次回の配信の収録時までに、うんうん、でもそれ言い訳にしちゃダメだから。ああ、そっか、そっか、何の言い訳、配り終わってないでしょ。うわ、やべ。あ、そっか、今最初にもらったやつも、あれ、あと 5、6 枚ほど残ってる。もう本気でやりましょう、ゆきみちゃん。松田ビルを、はい、あ、ちょっとさっきから気になったんだけど、私が悪いところもあるってあれ言いましたっけ、そんなことね。ゆきみちゃん、確かに言ってたね、私が悪いところもある。じゃあ他の人が悪い部分もあるってこといや、ワンちゃん、そんなものないですよね。そんなのないのに、ワンちゃん受け取ってもらえない可能性あるからね、これマジで。まだないけど、まだない、まだないけど、まだないならいけるよ。一回じゃあ、うん、一回マジで松田ビール行こうか。アイムにちょっと、じゃあ来ないでください。松岡で完結して、じゃあちょっと松岡が今度事務所行くときに一回ついてこい、連絡して。おかしくないですか一回連絡して。私だって勝ったもんやだやだやだ、ゆきみちゃんちょっと一人でやって、一回って一回お邪魔するんで、ちょっと私を巻き込まないでくださいよろしくお願いします。よろしくお願いしますいやちょっとやばいな、課題がありすぎるな。何回もやる、ゆきみちゃん、せっかく大学卒業したのに本当だよ大学時代もずっと追われてたのに。いや、ちょっと本気でやってもらいましょう。やるしかない、頑張ります。頑張ってください、はい、ということで、はい、じゃあそろそろ参りましょう、うん、この回もめげずに可愛く頑張っていきますので、皆さん最後まで目をそらさないでくださいね。よろしくお願いします。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りします。松岡美里のもしかわ。はい、ではメールを紹介していきます。はい、5つ目、はい、もしかわネームプラムさん、ありがとうございます。早瀬さん、松岡、こんばんは。こんばんは。2人とも〇〇な話といった無茶ぶりに対しちゃんとしたトークを披露できるので、うん、純粋にすごいと思います。あと2人とも身振り手振りが可愛い。うわ、可愛いって調子乗っちゃって落ち着け、落ち着け。間近で見ていて、はい、それぞれのトークに抱いている印象などはありますか。なるほどね。だとよ、まあ、もう真横で見てるからさ、いつも、うんうん、もう躍動感が確かにすごいよね。そんなに動いてる私。いや、なんかね、私もさ、うん、思ったんだけど、その配信を見てると、うん、なんか想像以上に、あんためっちゃ動いてる。あんためっちゃ動いてるから。動いてないって。いや、でもなんか、人間って焦ると、うん、多分脳みそいかないんだよね。確かにね。そう、だから私もなんか気づいてる、これくらいよりみたいな。この前張り付いてたもんね、ここに。こうやってね、気づいたらね。最近張り付きがちだからね。そうだね。いや、トークでしょ。でも毎回さ、うん、このトーク系があるときさ、うんうん、考えない？考える。え、なんかここに入った瞬間にゆきみちゃんが、うん、松岡、まるまるな話考えた。で必ずね聞いてくるんだよ。腕組んでしかも。全然思い浮かないんだけどどうしようみたいな。そう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 。現場でいつもねゆきみちゃんは聞いてくる。そう。なんかめちゃくちゃ過去のさ、うん、やっぱ掘り下げというかさ、記憶をたどるじゃない、うんうん、あの手のやつって、うん、だけどもうなんか自分の記憶力のなさをもう痛感するよね。なんかいろんなヒントをさ、うん、もらってない。そうそうそう、我々もう一回福川さんからねヒントもらバイトとか
兄弟とか家族とかみたいなヒントいっぱいもらって そうだそうだ、ね、あ家族とか言うのね。そうそうそう、毎回毎回ヒントをいただいてね、ひー言うながらね、いや思い出してるよね。そうなんですよ。そうそう、いやちょっと大変だよ。大変だ。でもなんかさ、ゆきみちゃんさ、全然ないとか言ってさ、前もさ、うん、2個出してきたよね。あ、それね。前回も、うん、なんかすごい悩んでたんですよ。悔しい話だったかな、みたいなんで、うん、悔しい話がマジでない、全然ないとか言うのに、ここの場で話すときに2個話してたの、ゆきみちゃん。1回ダメっても判断したら、もうすぐ私はもう次の、やっぱ2個用意しとかなきゃ。なんかね、うん、そう、まだありますせみたいなのさあれね、あの抜けがけでテスト勉強してないっつってしてるやつでしょ。そう、ゆきみちゃん出してくるもん。いやーもう準備してきてるってこと準備で実は準備アタフタしてるように見せかけて、実はね、意外とね、あそこのトイレでめっちゃ考えてる私なんでトイレなの松岡がメイク中にどうしようどうしよう、あと30分しかない、やばい考えてなんでわざわざトイレ行くの、ずっと考えてるそうなんですけれどもね、確かにね、そうね、トークはいろいろありますけどね。あとゆきみちゃんめっちゃ私見てくるよね、なんかさ、ガン見するね、こっちに話すよりもいやこの前ねって言ってすごい見るから配信見てるとさ、そうそう、そうなんだよ。松岡はちゃんとその一人の抜き用のさカメラをちょこちょこ見てんだけどさ、確かに見てるかも、ずっと松岡がこうやって見てる。そうだから、ね、私の目線からするとね、そうそう、結構ね 3D なの最初は私一人の抜きから始まるんだけど、うん、もうなんか諦めたのか、その二人の引きずっと二人の引きの本当に申し訳ないなと思ってるんだけど毎回確かに なってるかも。ちょっと今後はね気をつけて、まあそういうゆきみちゃんもいいけどね、別にこうやってやっぱ、ね、あなたに話しかけてるわけじゃない違うの視聴者の方に楽しんで、まあそうですね、そうですよ、いろんな方面にね、これ大事ですよ、うん、はい、ということで次いきたいと思います。いきますか、はい、続いてがお、グミ二口さん。これね、どういうことなんだろうって思ったんだよね。グミを二口で食べるのかっていう、まあ、一旦置いとこ、そうやめとこもしかわのお二人こんばんは。こんばんは。第35回のゆきみちゃん無双しっかりと見届けました、ありがとうございます。生まれたネタの単発に感動しました、うん、ありがとうございます。あれはね、ありましたね、うん。で、エンディングで松岡が同じギャラをもらうのがもったいないと言っていたので、うん、今回は逆に松岡会になるのかななんて想像しながら拝見します。やめろやめろ。です。やめろ。あら、これはね、そうなんですよ。私、前回ね、うん、第35回。いや、こういう感じ。本当にゆきみちゃん会だった。本当に、あれはやばかったね。すごかったね。いやー、なんかね、うんうんうん、アーツビジョンさんあ、なんかそう、そう、早瀬ゆきみじゃなくなったからね、そうなんですよね、アーツビジョンですって締めれば結果すべて事務所にこうね、本当だよ、あれをね、押し付けられるから、押し付けてるんだから名刺ぐらい配れよ本当だよ、アーツにお世話になってんだからさ、高校生の頃から、そうだよ、ありがたいよ、本当に。じゃあその感謝も込めてこれ配ろうか、配りましょう、そうだね、いろんな人にこんな名刺も作ってもらえるようになりましたって、そうだね、そうだね、こんだけ成長しましたっていう、いつも名前借りてますそうだ、ありがとうございます、アーツビジョンさんっていう思い込めてこちら、そうだよ、出させていただくんで、お、じゃあ次は名刺なくなってますね、なくなってますよ、そうだね、20枚なんてね、うん、はい、そんな感じ、松岡会にしてきます今回は、やめて、ハードル上げないで、私ハードル上げるのほんと怖いから、今日はね、やだやだ、面白いのあるから、やめろやめろその後にねありますね、怖い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 、もう次読みます、はい、はい、はい、次読みます、モシカネーム、ケンジーノさん、ありがとうございます。ゆきみちゃん、松岡、こんばんは、こんばんは、番組第35回、無茶ぶりを英語で説明してというお題にヒューマンヒューマンヒューマンで乗り切ろうとするゆきみちゃんが面白すぎましたそういえばお二人はプライベートで英語で話しかけられて対応したことってありますか？僕は英語がわからないのでいつも全力で逃げてしまいます。全力で逃げるってどういうことなの？ダッシュってこと？クリクルって何なの？答えもせず、それさ、あ、ソーリーか、あ、ソーリーか、さすがにそうだ、その場からダッシュで逃げるわけではないのかよかったよかった、そっかそっか、ありますか？私めっちゃ話しかけられる、なんか話しかけられそうですよね、めちゃくちゃわかる、本当に話しかけられるの、うん、何なんだろう、言語を超えたなんか人の良さが多分にじみ出てるの、そうなの、うん、なんかこの前は、うん、この前というか結構前だけど、うん、なんかアラブ系の人に話しかけられて、うん、英語で話しかけられて、うん、どこだろう、わかんないなって言ったら、その外国人の人が、うん、わー、ジャパニーズって言ってきたから、私だから日本人だと思われてなかった、うん、あ、そういうこと？そうそうそう、
お前めっちゃ英語ペラペラやろ、外国人やろみたいな感じで話しかけられた時もあったし、はあ、なるほどね。でも私ほんと英語わかんないからだよね、だよね知ってる知ってる、あんたの英語力はひど、そっか、そう、それもあるかもね、うん、なんかあ、なるほどね、めっちゃ英語しゃべれそうな顔しとるやんみたいな、めっちゃでも日本人な顔、私からするとだけど、まあそうなんだけどね、海外の人からするとそうそう、いや話しかけられたら、ね、なんて言う、私いつもなんかあれ Go together あ、一緒に行ってくれるの、もう分からん、めんどくさいから、うん、Go together って言って一緒に行くけ ど、ね、行くけど、いや話しかけられたことある、あでも、うん、一回なんか駅でめちゃくちゃ困ってる人がいて、うん、外国人の人がで、なんかすっごいいろんな人に聞きたそうな感じだったんだけど、うん、駅ってみんなさ忙しいじゃん、そうだね、乗り換えとかで、だから、うん、ちょっとなんかかわいそうだなと思って、私がもしさ、うん、海外行ってさ、うん、駅で分かんなくて、うんうん、わたわたして誰も話しかけてくれなかったらもうめちゃくちゃ心細いなと思ったから、確かに一回ちょっとこうこういう感じでこう近くにこういうこういう感じで行ってあげて、私行きますよって、そしたら話しかけてくれて、うんうん、なんか乗り換えが分かんないみたいな感じで言われたから、うんうん、私はもうそこまでちゃんとついていって、お乗り換えまで、そう、地下鉄の乗り換えだから、あー、分かんないじゃん、東京はめんどくさいね、そう、マジで東京駅だったの、それが、あーめんどくさい、めっちゃめんどくさいじゃん、そうなんですよ、だからすごい、ちょっとね、いいとこもあるじゃん、ゆきみちゃん、あります、私いいとこもあるじゃん、そうなんです、いいところしかないです、今下がって上がったよ、いいところしかないですよ、私はいいところしかない、本当にそんなちゃんと人なんかそういうさ、うんうん、そういうのやめてほしい、でもさ、ゆきみちゃん今日もペン忘れて私のペン借りてるじゃん、これ私のペンだから、これ今日私のペンだから、今日ちょっといつもと違ういつもと違う、あのこれのシップ条約で握手しよう、隠せいつもと違うね、じゃあお借りしてます、ありがとう、じゃあ私のペンですから、ありがとう、松岡本当にありがとう、いいよ、はい、いいよ、ということでこんな感じ、まだいきますか、もう一回いける、よし、じゃあ続いて、うん、ひだまーるさん、ありがとうございます、ありがとうございます、第35回拝見しました、うん、実は人見知りと言っている松岡を見て、うん、いやまさかと思いましたが、僕も顔がこわもてというだけで怖い人だと思われやすいので、イメージで判断してはいけないなと思いました、うん、そうだよ、お二人もお互いにここはイメージと違ったというところはありますか、とのことです、イメージと違ったとこ、イメージと違ったとこ、え、いやでもさ、でも、うん、そうね、どうぞどうぞ、でも譲り合いが起きちゃう、なんだろう、え、私もっと清楚だと思う、なんだなんだ、まだ私はそこで行こうとしてるけど、本当に行こうとしてる、清楚ですよね、あれこういうの自分で言うことだってさ、今だってさ、イケちゃんデート向かいこれ本来はね、あのそう、腰下にね、ちょっとマイクのベルトがあって腰につけられない、こうやってね、普通はね、うん、腰にこうやってかけるんだけどね、そうそう、こういうワンピースとかだとね、そうそう、本当は見えないようにちゃんと工夫するんだけど、うん、これ見えくてもいいだろバレないだろとか言ってたんだよ、いや 黒だからワンちゃんと思ったけどほらこういうとこですよいや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 、私はもっと清楚だと思ってた、うん、あーなるほどね、でもいい意味で適当な人でした、いい意味でね、いい意味でですよね、いい意味でだよ、ね、面白いじゃんね、適当な人って、めちゃくちゃ笑ってますけど面白いですから、いやちょっとね、すごい面白いなと思う、違う、私の計画とはちょっと違う、どういうこと、ところに行ってる、私は計画、今ちょっと軌道修正していかないといけないな、本当にそう、本当はもうちょっと、本当はもうちょっとそう違う方向性に行きたかったんだけど、あそうなんだ、そう、でも分かんない、この番組に、うんうんうん、キャスティングされた時点で、うん、見抜かれていたのかもしれないよね、もしかしたらこいつ適当だな、うん、そう、何もかもったやつだと見抜かれていたのかもしれないけど、うん、まだいけると思って、まだあらがっているだろうと思ってます無理だもんね無理そうだ、これはイメージでしょ、うん、私ね、松岡は全く変わらないのよ、これ本当面白みのない回答で申し訳ないんだけど、なんか何もなくないですか、差異というか、待って、それ私が面白みないみたいな言ってるけど元気で、はつらつで、めちゃくちゃ、うん、ちょっと言うの悔しいんですけど、めっちゃいい子なんですよ、あ、じゃあまだ崩れてないんだ、そのイメージ、いやでもどうだろうな、わかんない、視聴者の人からするとどういうイメージなのかわかんないけど、でも書いてたけど私は結構人見知りだよ、これがね、そう、めちゃくちゃ意外だったんだよね、実は人見知り、そうそう、全然人見知る、はあ、なんかでも時期ない、どういうこと今日なんかすごいさ、うん、無双する時期ない、フレンなんか、あーわかる、コミュ力無双する時期ない、私なんかドンキにいるヤンキーに話しかけそうになったりさすんのさ、なんかコミュ力爆発してる時は、どういうこと、
じゃあなんかドンキにいるヤンキーがすごい困ってそうだったの、なんか、うんうんうん、このマスクって洗えるマスク、それとも捨てるマスクみたいな感じでめっちゃ困ってたから洗えますよそれって言いそうだったの。あ、言いそうだったんだ。そう、でも待って待って待って、結構怖そうな人だからやめようっていうの思いとどまることはできたんだけど、うんうん、無双時は、そう、無双時は結構誰にでもこのね、そう話しかけちゃうんだけど、うん、無双じゃない時は本当に話しかけられない、本当、うん、そっか、でもあれかもね、確かにさ、須崎西さんにさゲストで行かせてもらった時も、うん、あれはまた別なのかもしれないけど、むしろもうなんかずっとこうだった、そう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 、ああいうことでしょ、つまり、そうそう、頑張ろうとか思ってると逆に、うん、そうそうだね、確かにそうかもしれない。あのイベントもさ、シーサイドのイベントさ、今までさ、うん、こう2人でさ、うん、松岡単体で、うん、あれ出た、ちょっとだけある、ちょっとだけあるだけど、うん、2人での時は全然大丈夫なんだけどさ、いちいちになるとさ、ちょっとちょっとごめんね、確かになるなるなるかもなるかも、そうなんですよね、知ってる人いる安心、そう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 、すごいよね、カラオケだから超楽しかったんだけど、あの時楽しかった、いやだからどうなんだろうな、いや私も実はあるけどまだ隠せてるってことね、ちょっとこれからねじわじわ出していこうと、いや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 、もう2年目ですか、隠し通すの私、いや大丈夫ですよ、何が何が今ゆきみちゃん2人いた、何が自分で変えました、やめよっか一回、そうだね、やめよっか、はい、まあこっからねいろいろと出てくるかもしれないですけどということで、メール紹介はここまでです、はいはい、引き続きメールをお待ちしております、どんどん送ってきてください、お願いします、お願いします。綾瀬ゆきみ、松岡美里のもしかは、続いてはこちらの企画から参りましょう。やはり私の、あら、やはり私の、あら、切られてるから、やはり私のイラストの出来にはムラがある、おお、まるでテックリとは思えない、あら、あら、デュクシル何の話よね私のイラストの出来にはムラがあるということで、うん、罰があるお絵かきコーナーです、うん、出されたお題の絵を制限時間10秒程度で描き、よりお題に沿っていた方が勝ちとなります、うん、判定はいつものディレクターさんです。なお勝敗数のパイトータルで負けた方は、うん、とあるものを強制的に受け取らなければなりません。これ初めて、どういう罰、マジでどういうことか、とあるものって何、受け取るのが嫌なものってことよね、いやわかんないよ、ワンチャンいいもの、ワンチャンいいもの、説もある、本当、頑張れ頑張れ、とにかく頑張れ、とにかくね、負けなきゃいけない、あ、お題か、お題ではやっていきましょうということで、やりますか、お題はね、こちらのボックスからね引いていきたいと思います、いつものボックス10秒ね、よしよしよし、もうすぐ、もうすぐ書けるように準備しようね、よし、いきます、はいよ、ディリン、あ、2個一緒だ、いきます、はい、ディリン、イラストお題、落ちこぼれくんです、落ちこぼれくん、落ちこぼれくん、落ちこぼれくん、悩まないでほしい、みんな、そうだね、そう、だってみんな素晴らしいんだもん、落ちこぼれくん、でもなんか落ちこぼれくんってなんか言うの、あ、ちょっとぽいかも、本当にちょっと落ちこぼれくんかも、私本当に、あ、でも解釈違いあるかな、じゃあちょっとどうしようかな、じゃあ松岡のイラストからまず、はい、見てみましょう、はい、松岡の落ちこぼれくん、こちらです、どうぞ、こちらです、なんか何にもできなさそうじゃない、なるほどね、なんかそういう解釈ね、ほら全てのやる気を失ってるじゃない、もうだってさ、よだれを止めることだってできないんだよ失ってんだそれ、そうそうそう、もう全ての力がないじゃん、だからきっと何もできないよこいつは、あら、この顔面は、いいんですかそんなこと言っちゃって、いいんですよいいんですか、私が産んだんだもん、そう、ね、落ちこぼれだよ、海の親、うん、じゃあ次、そうそうそう、私の落ちこぼれくん、これちょっと何、私の落ちこぼれくん、こちら、てるー、あらら、あらら、あー、あー、何、待って、何持ってるの、じゃあこれ、これ膝こうやってさ、体育座りしてるの、あ、そうなの、これでも解釈違うね、確かに、私は、うん、ちょっとこう、やっぱなんかあったんだよ、わからない、なるほどね、わからないけど、うんうん、落ちこぼれている状態ってことですね、これはつまずいてんだね、落ちこぼれを体現してるけれども、そう、もう落ち込んでることにも気づい、落ちこぼれてることに気づいて、気づいてる、うん、そうそう、そういうこと、あれ、気づいてないっていう、でも落ちこぼれだから、いや、この点をちょっと判断で、はい、はい、はい、ということで、じゃあ判定をお願いします、やった、
まあ、の一生だから一生だからが一生でこんな喜んでこの一生マジでかいからね。はいはいはい、言ってますよ。言わせとか言わせとか全部全部負けてるから私今の。本当じゃん。私が読んだから間違いないよ。この一生がどれだけでかいかっていう。いやいやいや、じゃ続いてここからですよ。うん、どうかな。はい、じゃ続いて、トゥルントゥン、お、役立たずさん。なんかそんなの多くない？なんか似てんな。なんでなんか似てんな。待って、役立たずさん難しい。役立たずさん、待ってやばいかも。待ってやばいかも。待って待って待って、早い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 ってば。早いよ。役立たずさん、いやちょっとこれはこれは非常に私の役立たず、私なりの役立たずさんです。待って、もう難しい。じゃあどうしよう。じゃあ次は私から行こうかな。うん、じゃあ続いて私の役立たずさん、こちら。トゥルーン。いや、これちょっと説明させていただきたい。説明させていただきたい。わけわかんない。わけわかんないでしょ。わけわかんないよ。こちらまずフライパン持ってるんですね。うん、でもよく見てください。あら、燃え盛っております。炎が。燃え盛った。あら、このね。で、こちら次。こちら包丁持ってるんですけれども、うん、こちらね、包丁ですよ。こちらは。で、これ、あの、食べ物ね。でも食べ物がもう宙に浮いています。うん、だからこの人は、もう何をやっても空振ってしまう。うん、役立たずさんという。なるほどね。あら、こういうストーリーがあります。なるほど、そうです。じゃあ続いて松岡の役立たずさん、こちらです。これね、こちらです。あれで、これなんとね、ここにあるのはね、フライパンなんですね。やべえ、思考が一緒だ。フライパンなんでね、これ完全にね、焦げてます。あら、煙ですね。黒い煙、有毒な有毒なね、吸いたくないような黒い煙で、うん、持ってるんですけど、ほら見て、この顔、これはうまくいってるって思ってるんですね、彼は。これは彼はうまくいってると思ってるんです。前髪も揃ってないし。揃ってないし。そう。全部、うん、自分でできない役立たずですね。あら、私もうまくいってると思っている顔をしています。はい。ほら。あらほら。判定をお願いします。ますよっ、なんで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 ですか、なんですか。またまたのクンみたい。ってことでクン？はい。そこですか。待って。じゃあ待ってください。池田さんは池田くんってずっと私に呼ばれてましたか？いやいや、でもキャラクターだから。なんで？そこ？役立たず3なんですよね。そうなんですよ。3？ あ、3はくんでもあります。違います。男の人でも3って呼ばれます。違います。もう池田さんが全てです。もう一生戦争できるこれ。ちょっと、もう。納品が全て。あれ、ラス1？ ラス1？ ちょっと待ってください。ラス1？ じゃあラストは2点とかにしません？3点、3点、3点。いや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 。キャラクターさんが許したらいい。3点3点。私覚えてます。いきみちゃんそうやって言って私に勝ったことあります。私マジで覚えてる。あれ、あれ、うさけさん。あるあるある。ラストの1問だけなんか5億点みたいな感じでこういうことして、なんか負けたことありますもん。あるあるある。記憶はないよ。3点3点3点。まあいいでしょう。よし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 。優しいなぁ。よしよしよし。いや、優しくない、優しくない。続いてこちら。最後。てれん。イラスト答え。クイズおじさん。クイズおじさん？これでもさ、クイズおじさんってさ、うん、結構あれよね、どこにでもいるって。クイズおじさん結構あれだよね。あー、でもいいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと待って、あ、待って待って、いい感じかも。あ、めっちゃいいかも。待って、来てる来てる来てる、めっちゃいいかも。本当に、いや私もいいよ、いい感じだよ。どっちからいく。じゃあ私からいきます。はい、じゃあ松岡のクイズおじさん、こちらです。でででででーん。え、クイズおじさんじゃない。クイズおじさんでしょ。こう ピンポンするやつ持ってるし、こうひげも生えてるし、ほら見て、帽子も、これマジでいたらクイズおじさんだって指さしちゃいません？あ、クイズおじさんだって言っちゃいますよね。お題知らなくても絶対。じゃあ次、私のクイズ、はい、クイズこちらなんですけど、こんなことある？あれなんか似てんな。なんか似てんな。あれなんか似てんな。こんなに色変わるのありますか？画風の違いだなこれ。ひげはね、ひげから描いたでしょあんた、まず。ひげから描いたね。そうだね。だね、バレたね。しかもさ、うん、このさ、持ってる丸をさ、なんか似てんな。右手で持ってるのまでさ、本当だね。バツは持ってないんで、丸しか持ってない。そう、丸だけなんだよ。ハテナのさ、帽子かぶってさ。そう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 。すごいよ、この解釈の一致っていうのは。一緒すぎないか？脳みそ一緒なんだよ。はい。でも、これ私、体ちゃんと書いてるから。
体じゃないですね。いやいや、体別にいらんから。じゃあ、クイズおじさん、判定お願いします。はい、アクセさんかな。いや、なんでなんでなんで何の差ですか。何の、あの、メガネの、ハテナのメガネがちょっとね、ありがとうございます。でも、絶対見えないですよ、この人。これ、こだわったんだよ。見えない。これ、これね。だって、このつぶらな瞳見てくださいよ。はい、ということで、ね、ということで、ね、ということで、ね、イラストですね。けど。ということで、勝者は私ということで、敗者は松岡です。わざわざ言わないでいいよ、敗者とか。なんかさ、本当に受け取らない方がいい、はい、なんかさ。なんかやばそうだよね。嫌なさ、予感がするの。あの、さっきのあれよ。私のこれ入ってたの。そうなの。なんか本当に頑張ってくださいって深川さんが言ってて。言ってたね。な、すっごい嫌な。初めてじゃん。この、受け取らなければならない。ないね、匂い、匂い大丈夫。めっ、臭くない大丈夫。とりあえず開けよ。とりあえず開ける、うんうんうん、何あ、臭くはない。臭くはない。大丈夫。あれ、ちょっと、なんだろう、あれなんか。いや、でもまだわかんないからね。まだわかんないよ、そうだよ。あ、捨てちゃった。そうだまだわかんないからね。まだわかんない。なんだろうな。すげえ嫌な予感するんだけど。行、ね、きます。はい。いやー、やったー。気持ち悪い。おそろいだね。気持ち悪い。嫌な。おそろだね。嫌な、おそろ。やったね、松井か。絶対歩きたくない。おそろっちだね。こんなおそろやだ。嬉しい。合計何体いるの。ちょっと数えたいね、こいつね。やだよ、数えたくない。知りたくもないわ。でもこれ私がさ、負けてたら私は2つ受け取ってたってことですよね。ああ、そういうことか。めっちゃいいじゃん。結果的には良かったんだよ、あんた負けて。めちゃくちゃ嫌なの。これ家にいるの。一人暮らしの家にこれがいるの。ね、これさ、一緒に持って出かけよう。嫌です。なんで。その罰ゲーム間違いますもんね。別にそれは罰、多分あの林さんが罰実行ってことでしょ。そうそうですよね。そうです。私は持ち歩くっていう罰はないですよ。プライベートでだから、あんたは持ってくればいい。それはもうご自由です。そうだよ、持ってかないから。それはご自由で。じゃあ持ってきません。これはご自由。やだやだやだ。一緒に美術館行こうよ、これで。やだやだやだ。じゃあ私、え、もうやだやだ、こうやって畳んでおいてくる。いや、ちょっと嬉しいんじゃないですか、これ、ね、なんで。いや、これ家にあんの。いや、でもこれだって世界でもうあれですよ、2つ。ほら、あら、深川さんも欲しかったかもしれない。あ、じゃあ言います。俺はいつでも欲しかったら作るから。あ、そっか、作る人なのか。権限持ってるんだな。なるほどな。そうだそうだ。じゃあ3人でおそろしましょう。そうですよ。よし、そうしましょう。それなら持てるな。始めちゃった、始めちゃった。はい、ということで以上、やはり私のイラストの出来にはムラがあるでした。おそろ。気持ち悪い。君、松岡美里のもしかは。してきました。もしかは第36回もあっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。はい、アドレスはもしかはアットマークシーサイドハイフンステーションドットネットです。どんどん送ってきてくださいね。お願いします。まずは番組からのお知らせです。もしかの本編はここまでとなりますが、ニコニコチャンネル会員限定のおまけ動画がございます。 YouTube でご視聴してくださった方もぜひニコニコでのチャンネル登録をお願いいたします。それから番組公式ツイッターもあります、うん、私たちもつぶやかせていただいておりますので、はい、ぜひフォローしてくださいね。アカウントはもしかはアンダーバー YM です。です。またツイッターで番組のことをつぶやく際にはハッシュタグもしかはをつけてツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてそしてですね、はい、まあ、なんか宣伝するほどではないとか言わないんですけれども。言ったけど、ね、あの、あずみちゃんのさ YouTube チャンネルにさ、うん、あの上げてるんですけど、あの、友達じゃない、同期とね、めちゃくちゃ一般の人が上げてるみたいな感じ。同期と上げてるんですけど、うん、ちょっとね、もうこれが配信されてる頃に上がってると思うんですけど、かなりトリッキーというか、うん、今まであんまやってこなかったジャンルをちょっとやってるので。いろいろやってるけどね、君ちゃんたち。今まで結構ものづくり系とか確かにね、ラジオとかやってたんだけど、ちょっとなんか
大丈夫そうってやつ。何何何どういうこと？よかったら見てもらえたら嬉しいなと思います。見たい。楽しみにしてます。はい、お願いします。はい、じゃあ私からも、はい、ですね、11月19日土曜日に横浜アリーナにて開催されますアニマックスミュージックス2022というものにですね、ウマ娘として初めて出走する予定でございます。私はパート1の方に出るらしいので、なんかチケットはね、なんかちょっとさっきチラッと見た感じ終わってたんですけどね、はい、なんかサイト見ていろいろとなんかどうにかしていろいろ方法を探してみてください。絶対ないでしょ。ないのかな。ないがない。じゃあちょっとなんかいろいろツイッターとかあるんで、うん、そこら辺で情報を見てみてください、うん、よろしくお願いします。配信とかわかんないって感じが。そうなの、めっちゃ調べたんだけど、ね、ちょっと私のね、うん、調べる力じゃ無理で、ね、ちょっと皆さんの方が多分強いと思うから、うん、よろしくお願いします。あとですね、ネットフリックスの吹き替えのなんかアニメ、海外のアニメなんですけど、うんうん、ビッグツリーシティっていう海外のアニメで、ペッキーっていうめっちゃ可愛いちっちゃいキャラクターみたいな役で吹き替え出ておりますんで。どういうキャラ？なんかね、すごいやんちゃな、うん、向こう見ずな、うん、女の子、男の子、なんか女の子なんだけど、そうそうそう、あ、なるほどね、すっごい暴れん坊な、だけどすごい可愛いみたいなちっちゃいキャラクターみたいな感じのやつやっておりますので、ぜひネットフリックスでビッグツリーシティで検索してみてみてください。ネットフリ入ってる。あとですね、うん、歌声はミルフィーユっていうアカペラのコンテンツがあるんですけど、はい、それが YouTube で今ボイスドラマとかがいっぱい出てたりして、結構なんか面白いんで見てほしいなって思います。なんかドキュメンタリーとかも一緒に見るとなんかリアルとなんか同じところがあるんですよ、うん、なんかドキュメンタリー動画も出てて、うん、我々のレッスンの動画とかがそう出てるんだけど、それとプラスでボイスドラマも見るとなんかあれリアルと同じじゃんこれみたいなところがあったりして、結構面白いからぜひぜひ見てみてほしいです。あとね、一つ、あのね、私ワンピースフィルムレッドにちょっと出てるんです。ほら小峰さんがすごいつぶらな目で私を見てる。ワンピース声優、それちょっとあれか、言っちゃう、言っちゃう、ワンピース声優です。すごいやん。でも4個と喋ってますんで、4個と探してみてください。探してみてください。いやだってあれすごいでしょ。いや見に行ったけどね、うん、面白かった、ね、面白かった。いやもうだってさ、ブランチのあれで見たもん、1位って。本当に、うん、ブランチが言うなら間違いない。ブランチが言うなら間違いない。そうだよ。いやぜひぜひ探してみてください。お願いします。ウマ娘見たいね。見たいよね。見たいけど初出走なんだよね、うん、ちょっとどうにかして見れないかな。ちょっとどうにかして、ちょっと探してみます、はい、どうにかして見る方法を、はい、ということでね、36回ありましたけども、ありましたね。ゆきみちゃん久しぶりに買った？そうだよ。そう、私さ、イラストがさ、うん、全部ね、このこれだったりね、この名刺だったり、そうそうそう、もちろんトートバッグもそうですけども、そうですね。あとなんだ、マスク。そうだ、マスクだ。あれ全部負けてるんだ。負けてるよ。だけど私今回全勝いたしました。なんで、めちゃくちゃ悔しい。普通にこれだってさっき深川さんに褒められたもん、この T シャツ欲しいって言ってたもん。た、ね、あ、じゃあ作ってあげる。あげる、あげろ。プレゼントしよう。感謝のちょっと内緒にしてこ、サプライズにしよう。プレゼントしたか、プレゼントしたか。いつもサプライズ。深川さん、あれ誕生日いつでしたっけ。10月ですよね。あ、私メモってるよ。あ、まあ、じゃあちょっと、うん、ちょっとじゃあね、楽しみにしててください。ちょっとこれはね、あ、やべ、あれ、いやでも、何が、これは善意、そう、善意だよね、優しさだから、ね、何の罰ゲームでもないですよ。台本にめっちゃ反映されるから、怖い怖い怖い、なんだなんだろ、なんだなんだ。まあまあまあ、ちょっと、ね、まあそうだね、ちょっと我々でいろいろやって、いろいろちょっと計画しておきます。はい、ということでね、じゃあゆきみちゃん、本当次までに頑張ってきてね。課題がたくさんありますけどもね、もうやるしかないから、トートバッグと、そう、名刺と、名刺とだっけ、そうだよ。だけではないね。もっとあると思う。もっとあると思ってたけど、それでも十分すぎるけど、まあ松岡も一応バッグ持ってるから。そう、バッグはねもらいましたから。そうそうそう、まあ、もらう分にはいいですよ全然。お揃いもできるっていうことだけはちょっと頭に入れといてもらって、うん、まあできるってだけね、はい、まあ、それだけは片隅にじゃあ置いとく。、はい、ということでね、うん、はい、今回はこの辺でお別れです、うん、次回の配信は9月9日です。皆さん見切りをつけないでくださいね。ということでここまでのお相手は早瀬ゆきみと松岡美里でした。またね。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしました。